彼女と僕はよく似ていた。愛というものを信じていなかった。今思えば捨てられた動物が生きるためにお互いを温め合うような、そんな始まりだった。そうか、私嫉妬してるんだ。みんなこういう時どうしてるんだろう。相談する相手もいない。僕みたいな男はやめた方がいいよ。最初は新鮮で面白かったけどね。正直君みたいなタイプは僕には重い。まだ幼い頃、自分の家にはなぜ父がいないのか聞いたことがある。ん？何？なんでうちにはお父さんがいないの？そこにいるわよ。そう言って母が指さしたのが大量に積まれた本だった。後になって父は著名な作家で、母はその愛人なのだと聞かされた。その男は最後まで母の見舞いにも葬式にも姿を現すことはなく。葬式代はこちらで全て持ちます。こちらは今後の生活費と学費にと。よこしたのは弁護士と俺名義の通帳だった。そのお金でこの家を買います。これからは一切の援助は必要ないとお伝えください。高校には行かず、働いて生活費を稼ぎ、貯めた金で代券を受け大学に入学した。彼女と出会ったのは大学2年の春だった。天村千代香、家庭教師先の生徒だった。ねえ先生。ん？赤霊本店って知ってる？知ってるんだ。どこで覚えたんだよ。え、みならな女教師の秘密。そんな本読むんじゃないよ。学校で募集されたの。当然だろ。え、なんで？だって谷崎潤一郎も三島由紀夫も長井花粉も何にも言われなかった。確かに、それは言えてるな。でしょ？うん。うちの学校さ、すっごいお嬢様ばっかなんだけど、実際セックスの話しかしないんだよ。声が大きい、ご両親に聞こえるぞ。うちは全然大丈夫。どっちも不倫相手のとこだから。絶対結婚なんかしない。うん、まあ俺も結婚にいいイメージはないかな。でもセックスをしてみたい。するなら先生とがいい。彼女と僕はよく似ていた。愛というものを信じていなかった。今思えば捨てられた動物が生きるためにお互いを温め合うような、そんな始まりだった。彼女は高校を出て俺の家に住むようになった。何書いてるの？ああ、小説。小説？ゼミの課題、大したもんじゃないよ。どんな話？恋愛。読みたい。サクさんの書いた恋愛小説読みたい。せめて何か言ってよ。泣いてんの？なんで泣いてんの？え？なになになに？どうしたの？
はい。絶対小説家になった方がいいよ。絶対。いや、俺は。だって、サクさんの言葉、すっごい綺麗だから。また書いてほしい。ありがとう。彼女があまりにも喜ぶので1話2話と増えていき、いつしか自分自身が夢中になって書いていた。そんな自分に吐き気がした。消したはずの父親に、お前は所詮俺と同じだ、そう笑われているようで。千代香、新人賞勝手に送ったの。選ばれたんだ。なんでそんなことすんの。だって絶対小説家になるべきだから。そっか。母親を苦しめた男と同じ職業なんて、この世で最も軽蔑する男と同じなんて、滑稽だよ。たくさん、あなたは小説家になるべきだと思う。たくさんの小説読んですごいドキドキした。胸が苦しくなった、サクさんにしか書けないセリフだと思った。私はサクさんといて幸せです。サクさんとなら信じられる。唯一の愛だってあるんだって。笑った。ごめん。せっかく言ったのに。別に。結婚しよう、そう言いかけてやめた。この子を一生守れる、自信を持ってそう言える小説家になれたら、ちゃんとプロポーズしよう、そう心に決めた。サインください。俺のサインなんかもらってどうすんだよ。いいから。だいたい書籍化されたわけでもないのに。いいから。して、はい、これでいいですか。宝物にするんだ。こぼれるような笑顔が好きだった。なくさないもん。いつもなくさない。ずっとこうやって寝るもん。絶対負けられない。え、待って。あ私の勝ち。負けた。ねえ、大丈夫。え、ここんとこずっと書きっぱなしだから。あ、ごめん。もうちょっとで完成するんだ。あ、もう無理しないでね。ありがとう。あ、見て。ん？月が綺麗。あ、本当だ。このまま時間が止まればいいのに。
俺は思い知った。俺は所詮父親の血を継いだ生き物なのだと。はい。お疲れ様です、月城です。お疲れ様。体調どうですか？心配かけて申し訳ない。原稿はもうすぐ上がるから。あの実は別件でフリーの記者の方から連絡がありまして。フォトエッセイを同時発売。はい。加賀谷先生は作品だけでなくその私生活も関心の的です。次回の書籍化に合わせてぜひ御社から先生の初のフォトエッセイを発売してはどうかと。もちろん加賀谷先生にも確認してみますが、先生は今後執筆以外の活動は控えたいというご意向でして。分かってます。ですからこうして月城さんにお願いしているんです。月城さん、悪い話じゃないと思います。同時に書店に並べばインパクトも話題性も十分です。加賀谷作の新境地見てみたくありませんか？先生にお手間は取らせません。私がインタビューした内容をまとめる形で考えています。私の方から断るのもと思いまして。いかがですか？月城君はどう思う？私は先生がいい作品を書くために殻を破るその一歩になるのであれば。その人に伝えといて。これから数日間京都で取材だから金曜の21時なら時間が作れるって。お受けして大丈夫なんですか？君も来てくれないかな？わかりました。じゃあ。あ、先生。何？サク、どうした？いえ、またご連絡します。Volar, caer al fondo del dolor, soñar, perderタク、タクシー来たってば。ああ、ごめん。どうしたの？いや、行こう。有明さん、二人きりの時はサクって呼ぶんだ。っていうか、京都に取材って、それってもしかして二人で泊まるの？私との関係って今どうなってるの？先生好きって言ってくれたよね。私信じていいんだよね？美月、ありがとう。そうか、私嫉妬してるんだ。みんなこういう時どうしてるんだろう。相談する相手もいない。そういえばかのこちゃん大人になったら小説家なれるよ。なれるかな？なれるよ。天村さん、じゃあね、かのこちゃん。バイバイ。バイバイ。千代子さん、何してるんだろう。ただいま。お帰りなさい。なんか久しぶりだな。先生。ん？いえ、いっぱい言いたいことあったのに、顔見るともう何でもよくなっちゃう。あ、そうだ。
加賀谷先生。小笠原です。よろしくお願いいたします。加賀谷です。お席こちらです。はい。先生は原稿用紙にペンとアナログですが、何か特別なこだわりが？いや、別にこだわりとかじゃなくて、昔から個人的にあのタイピング音がどうしても苦手で、文字に血が通ってない感じがして。なるほど。文字は小説家の命とも言えますからね。小説家を志したきっかけは何かあるんですか？大学の時には劇団の脚本を手掛けたこともあったと伺いました。作者、絶対小説家になった方がいいよ。特に覚えてないかな。では本というものに触れるきっかけはどうでしょう？小さい頃から本がお好きだったんですか？誕生日には必ず母に本を買ってもらってたね。お母様はお元気なんですか？17の時に病気で。お父様は？うちには父がいなかったから。亡くなられたんですか？さあ。文学界の重鎮敦賀昴がお父様というのは本当ですか？敦賀先生といえば作家であると同時に名門財閥の御曹司で、資産家のご息女とご結婚されていますよね。でも敦賀先生には奥様の他に愛人と呼ばれる女性がいて、その女性との間に男の子が一人いらっしゃった。小笠原さん、僕が生まれた時にはすでに父親と呼べるような人はいなくて、母も死ぬまで父について詳しく話すことはなかったので、父については知りません。先生のデビュー作花冷えの時で書かれている小説家の父親、これは敦賀先生のことですよね？小説はフィクションだよ。じゃあノンフィクションで。お父様に思いを伝えてみませんか？小笠原さん。わかりました。話を変えます。先生はご結婚に興味は？結婚にはいいイメージがなくてね。婚約者の方が亡くなったのと関係があるんですか？突然亡くなったそうですね。ご病気ですか？それとも。小笠原さん。失礼。あ、先生、何なんですか？私は加賀谷先生の殻を破ろうとしているだけ。面白がっているだけでしょ？売れれば何でもいいんですか？あなただってそうでしょ？ありませんでした。私が最初から断っていれば。いいんだよ。でも。いいんだよ、本当のことだから。僕の父は敦賀昴だ。別にそれを隠すことも公表することもない。関係がない。婚約されていたのは？恋愛物が書けないとおっしゃっていたのは？その人のことが今でも忘れられないからですか？先生にとって私は何なんですか？先生の過去に何があっても、誰を好きでも、私は先生が好きです。それだけは何があっても変わりません。変わらないものなんてない。先生、僕が殺した。え？彼女は僕が殺したんだ。僕みたいな男はやめた方がいいよ。最初は新鮮で面白かったけどね。
正直君みたいなタイプは僕には重い。僕には面倒な恋愛は向いてない。望月君みたいな男の方が君のこと幸せにしてくれるよ。じゃあどうして。大人の女性はキスぐらいで勘違いしないよ。まあどうしてもっていうなら抱いてあげても構わないけどね。俺はもともとこういう男だよ。俺は物語の中で一人溺れていた。部屋にこもる日々が続いた。一旦動き出した手からは咳を切ったように言葉があふれ出し、それはまるで中毒のように、俺の心は物語に支配されていった。いつの間にか千代香のことなんて見なくなっていた。俺が気がついていれば助かったかもしれない。俺がちゃんと彼女を見ていれば。俺が殺した。はい、望月です。加賀谷です。好きになったんだ。俺にはそんな資格ない。だったら引き返しなさいよ。かわいそうよ、あの子が。頼みがあるんだ。月城くんを迎えに行ってほしい。どういうことですか。僕には彼女といる資格がない。僕そういうの遠慮しないですよ。頼む。なんで。いや、偶然通りかかって。息切れてるけど。それよりもう終電ないよ。送るよ。大丈夫、歩いて帰る。歩ける距離じゃないじゃん。じゃあ満喫いる。だから送るってば。じゃタクシー乗るから。じゃあ一緒に乗るから。なんで優しくするの。好きだから。ほっとけない。大体こんな時間に置いてけるわけないだろ。なんか泣いてるしさ、素直に甘えろよ。はい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 、ちょっとあんたたちもう目立ってるわよ。七瀬くん。もちあんたジャケットとカバン忘れてったのよ。携帯持っていきなり飛び出すから何かと思ったら。そういうことね。余計なこと言うなって。私のことを置き去りにしてひどい男。ありがとう、感謝してる。じゃあねえ、あんたたちどうせ電車ないんでしょ。飲み行くわよ。私今日は私久しぶりに月城ちゃんと飲みたかったのよね。でも本当に。うん、私振られちゃったみたい。
とほらモッチ行くわよ。え、このままこの子返すつもり？はい、月城中入るよ。トイレ行きたい。あ、行っといで。脱げる？はい、水。ありがとう。誰と？もう大丈夫？ねえ、望月に突然キスしたりしない？してないよ、何それ。よかった。あ、怖い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 、お酒怖い怖い。してみる？加賀先生だったらできんだろうな、こういう時。俺月城のこと好きだよ。うん。だからできない。うん。月城は？加賀谷先生どうすんの？振られてるし。でも好きなんでしょ？言いたいことは言った方がいいんじゃない？今から飲み行ってくる。今から？ほっとけよ。俺だって失恋してんだよ。傷ついてんの。おやすみ。ありがとう。すごいな、加賀谷作。頑張ろう。で、小泉さん。だから表現のパターンがどこかで見たことあるようなものばっかりなんですよ。誰かの真似はすぐ見抜きますからね。私の読書量舐めないでくださいよ。真似じゃないもん、オマージュだもん。小手先のテクニックだけでごまかそうったって無駄ですよ。普段ピー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 騒いでる時の方がよっぽど面白いこと言ってますからね。ピーピーって何？
ちょっとパパ、この人どうにかしてよ。もっと私の持ち味分かってくれる人いないの？新人賞、本気で狙うために題材から変えたらしいですよ。お疲れ様、加賀谷君。どうした？え？しばらく休みたいって？悪いね。なら、たまにご飯だけ作りに来るよ。それも大丈夫。自分で何とかするよ。ありがとう。家に誰も入れないつもり？変なこと考えてるんじゃないでしょうね。自分の作品読み返してみたんだ。加賀や佐久の名前に甘んじていたのは俺自身だった。美月、今までありがとう。何それ、振られてる感じでなんか尺なんですけど。感謝してるよ、本当に。はい。どうだ、うちの娘、見込みあるか？はい、新人賞本気で取りに行きます。そうか。それから加賀谷君の方だが、なんだよ。何なんですか、何なんですか。休むって何ですか。また一人でいじけるんですか。勝手すぎませんか。なんで私に言ってくれないんですか。私、先生の何なんですか。すまない。私は先生と一緒に作りたかった。抱きしめたくなるような一冊を作りたかった。今の俺にはできない。じゃあいつになったらできるんですか。いつか変わるんですか。君は本当にデリカシーがないな。大勢の前でわーわー騒ぐわ、酔っ払ってキスしてきたかと思えば吐くわ寝るわ、一体どういう神経してんだよ。嫌だって言ってるのに恋愛小説書けたの。人の心に土足でズカズカ入ってきて書き回して、デリカシーのかけらもないよ。それは先生がいつまでも自分の殻に閉じこもっていじけてるからじゃないですか。ああ、そうだよ。せっかく殻に入って安全に暮らしてきたのに君がガンガン叩き割るから。おかげでもうひびだらけだよ。向き合わざるを得なくなった、君のせいだ。もう誰も好きになりたくなかった。私はそんな作家の本読みたくありません。人を愛せない作家に人間は描けません。作家が自分をさらけ出さない物語に人の心を揺さぶる力はありません。編集長が言っていました。作家と編集は愛で成り立っていると。私は先生を愛しています。一緒に作りたかった。Thank you.
ありがとう。そういうのいらない。先生は勝手です。思わせぶりで散々振り回してまた閉じこもって、男として最低です。そうだな、最低だ。先生、私これからいろんな作家さんとぎゅーってぎゅーって抱きしめたくなるような本を作ります。いい編集者になります。先生みたいな人と恋してる時間ないので、今日でおしまいにします。いいと言っていたので。なんだそれ。文学少女美味しいでしょ。すごく美味しいです。昔ながらのって感じで。今あかりちゃんの担当なんだって。はい、新人賞狙ってます。取れるよ。本当はすごく不安です。私みたいな新人が担当になってあかりさんの才能を潰してしまわないか。大丈夫だよ、君はいい編集者だよ。思ってないですよね。思ってるよ。こんなに愛のある編集者いないよ。今年はパッとしねえな。応募総数は去年の倍近いんですけどね。去年はな、女子高生作家三島あかりのデビューで話題になったからな。ん？違うよな。どうしたの？いや、これNo の初恋は小説の登場人物だった。その髪に花を当てて、ほっとする匂いがして、ほどけてく糸みたいな。
作家ってずるくないっすか。ラブレター送ってきてんじゃねえよな。なになに、ラブレターってどういうこと。いろいろあるんだよ。誰より優しくなると誓うよ。